T リーグは、やっぱ注目度、はい、その周りの期待度とかもすごい高かったので、相手のサーブ取れなくて、取れなかったのに相手のサーブだったんですよ、3-3の8-10で、はい、めっちゃ緊張してたんですけど、その時のなんかプツって消えたんですよね、緊張が逆に。で、試合をしたとなれば順番、はい、っていうのをなんか決めてほしいなっていうのは、そんなんは抜いて一番ちょっとまあプライベートなところで何個か聞きたいなとは思ってるんですけど、はい、まずは結婚おめでとうございます、はい、ありがとうございますみなさんも、アンドロ TV です、今回も司会進行は私、ミスターハマが務めさせていただきます。はい、もうね、今週に対してはもうまずは R45 が、まあ、発売されて約1週間経つんですけどね、思ったよりもね、大好評で、すごい私自身もびっくりしてます。はい、で今週のトピックといきたいところなんですけど、まあ、今回はスペシャル対談の第2弾ということで、アンドロ契約選手、三立所属の松平志保選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。緊張してますか？いや、してない。大丈夫ですか？はい。このアンドロ TV という、はい、この番組、はい、ご存知でしたか？はい、存じ上げてます。あ、本当ですか？はい。それでは私、ミスターハマーも知ってます。あどうです、そのアンドロ TV っていうのを発信をしてるんですけど。斬新で、なんかその占いとかもうなんかちょっと卓球やしてる側からしたら面白い占いだなって思ったりとか、はい、結構斬新で新しいことを卓球界に広めてるなっていうのが印象的です。あ、よかったです。やはり占いが人気なんですね。せっかくお越しいただいたんで、はい、今回は松平選手のプライベートな部分まで、はい、あのお話できたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい。まずは、アンドロを選んだきっかけっていうのを教えていただけますか？はい、幼少期から卓球をしていて、それまでもいろんなメーカーさんにお世話になって、はい、いろんな用具だったりいろんなウェアだったりを、使わせていただいたんですけど、はい、3年前に、ブンデスリーグとかチャンピオンズリーグ出させてもらった時に初めてヨーロッパのウェアを着て、日本にはないその新しいデザインだったり、まあ、そのラバーもちょっと日本とは違うラバーだったので、ちょっと自分的にも興味があって、はい、使ってみたいと思ったり着てみたいと思ったのがアンドロさんを選んだ理由です。あ、はい、それは嬉しいですね。ね、純粋にそれはやっぱね、その数あるメーカーの中でアンドロを選んだっていうきっかけとしてはその斬新なところだったっていう、はいはい、ところなんですね、はいはい。ラバーに関しましてはどうでした？自分の使ってきたラバーの中では初めての感覚で、はい、でも安藤さんのラバーでも自分の特徴的な部分、プレーで使えるところを存分に引き出してくれるラバーがあるので、今までよりももっと武器になってるっていう感じには感じます。あ、じゃあしっくりきてるっていう感じなんですね、はい、松平さんがその卓球を始めたきっかけ、幼少期からって今伺ったんですけど、はいはい、そのきっかけを教えていただけますか？まあ、もう皆さんご存知かもしれないんですけど、はい、卓球場が家にあるっていう、卓球場を経営しているのと、まあ、スポーツ用品店もやってるんですけど、環境が揃っている状況で、もう兄3人いるんですけど、はい、一番上がちょっと忘れられてるんですけど私は存じ上げてるんですけど4人兄弟でやっぱ3人あのみんな兄がやっていたので、はい、幼少期からそういう環境だったので常に練習をせざるを得ない生活の一部みたいな感じで、しないっていう選択肢はできなかったと思います。物心ついた時にはもう本格的にやってたので、だからいつちゃんと始めたかっていうのも明確なのがちょっと自分でも曖昧で、両親には4歳とは言われてるんですけど、気がついたらもう試合出てたみたいな感じもうラケット握ってたみたいな感じなんですか？はい、はい。それはすごい卓球一家って感じですね。大体、はい、ね、小学校に上がってとか大体、はい、節目のところはあるんですけど、はい、もう
もう生活のね、食事、睡眠ぐらいとかに卓球が入るみたいな感じだったんですね。はい、松平選手といえば、まあ、私自身のイメージとすれば、やっぱそのしゃがみ込みサーブと、はい、あとはバックドライブっていうのがすごい印象的なんですけど、はい、しゃがみ込みサーブを出す時の意識していることとか、はい、しゃがみ込みサーブってやっぱあんまり出す選手って少ないと思うんですよ、はい、なんかそれを出すことの利点、はい、ポイントはなんですけど、やっぱり普通のサーブと違って叩きつけるサーブになってしまうので、もし失敗するとバウンドがすごい高くなって、はい、やっぱチャンスボールになっちゃうので、瞬発的に出すというか第一バウンドをすごい意識して、普通のサーブよりももっと早く瞬間的にあのスナップを効かせるっていうのを意識しないと、やっぱりスイングが遅いとそのしゃがみ込んでる意味もなくなりますし、はい、ボールがゆっくりになってしまうので、瞬間の力とかが大事だなって思います。ああ、そうなんですね、はい、いや、それはちょっと初めて聞きましたね普通のサーブと違って、やっぱり大きく使えるので、体を、はい、なので、なんか回転はもう絶対かかるんですね。あまり回転回転という意識はしない方が私はいいかなと思います。ぜひね、視聴者の皆さんも参考にしていただけたらなと思います、はいはい、多分松平選手って、はい、あの T リーグと日本リーグと、はい、多分両方参戦されたと思うんですけど、はい、こっちは T リーグがいいとか、はい、こっちは日本リーグの方がいいかみたいな何か違いってありましたか？ T リーグは、はい、やっぱ注目度、はい、その周りの期待度とかもすごい高かったので、すごい見られてるなっていう感覚が強くて、うん、いろんな人に見てもらう機会がやっぱり普通の試合よりも多くて、友達とかにテレビで出たよとか言われたりとかも、はい、Tリーグに出るとやっぱ言われたりとかするので、はい、自分が勝つためだけではなくて、本当に卓球界背負ってって大げさですけど、はい、それぐらいあのすごい卓球界に影響してるリーグなんだなっていうのが Tリーグの、はい、あの心境というか、はい、日本リーグはすごい各実業団がいろんな人に知ってほしいっていうので、実業団っていうのが一個のチームになって頑張って盛り上げてるっていうのが、はい、そこが結構違うなっていう、個々にちゃんと自分たちのプライドがあるので、すごい試合の時はやっぱりどっちも同じぐらい緊張感はあるんですけど、私は T リーグの方が緊張しなかったです。日本リーグの方がすごいなぜか分かんないですけど、はい、緊張しました。 T リーグはもう業界全体が、はい、まあ、一つの、はい、まあ、エンターテインメントみたいな感じで盛り上げてて、はいはい、そうですね。でも日本リーグは日本リーグでチーム愛みたいなのが各チームしっかりあって、はい、結束力やっぱ違うので、日本リーグのいいところ、はい、毎日一緒に練習して優勝に向けてチーム全体がその一緒の方向を向いてるっていうのがすごい、それぞれのチームがそういう風に目指してるのがすごい伝わる。 T リーグっていうのは出れない人の方が確実に多いので、その出ない人も日本リーグの人たちはめっちゃ頑張ってるっていうか、そうですね、チームのためになんとか勝てるようにしようっていうのが、そのやっぱ日本人ならではなのかな。あ、 T リーグは T リーグでだからあれですよね、多分そのもう個人がもうプロとして、はいはい、まあ、個々の集まりみたいな、はいはい、日本リーグはどっちかというと会社を背負ってっていうところですよね、はいはい、わ、すごいいい話を聞けました、ね、だからそれを踏まえた上でね、今度また T リーグは T リーグの見方、日本リーグは日本リーグの見方っていうのはあると思うので、はい、見るときにね、はい、意識してもらえたらね、全然見方は変わるんじゃないかと、はい、まあでも一番見るのはまずは日本リーグの3率をまずは見たらいいってことですよね。はい、はい、はい、今までの卓球人生の中での負けてもいいですし勝ってもいい、はい、どっちでも大丈夫なんですけど、印象に残ってる試合、はい、ってありますか？世界選手権の予選トーナメントの2回戦、はい、それ勝ったら決勝トーナメントいけるってやつだったんですけど、はい、今までで一番緊張しましたね。あー、やっぱ緊張するんですか？はい、それも相手がポーランドの選手で、世界選手権って世界ランキングがめっちゃ高いくないと世界選手権に出れないわけじゃなくて、国の中の多分ルールって多分選考基準と国ごとで多分違うと思うんですけど、その私の当たった選手はすごいベテランの方で、はい、普段のプロツアーには全く出てこないんですね。本当に情報がなくて、私の時18歳で、はい、多分30何歳だったんですね。すごいベテランで、そのヨーロッパ特有のやりにくさがすごい、こんなにもやりにくい人、左利きで左利きでサーブも出しますし、
もうその頃から YG 出したんですか。はい、はなんでサブも取りにくくて、その会場がメインホールじゃなくてサブで、めちゃくちゃ小さいところで手伸ばしたら遠くくらいのところに観客の人がいるんですね。見られてるのがすごいし、まあ両親もいて、すべてが伝わってくるんですけど、サーブ出すときこんなにも震えるんだっていうくらい震えてて、世界選手権ってもう国のトップたちが争うっていう試合なのに、はい、そんな会場で最初の予選ってやってるんですね。コンサートをするみたいな会場でメインはやるんですよ。だからそこのサーブなので仮設みたいなぎゅうぎゅうになってやるって感じなので、メインで絶対やりたいと思ってやったので、それで勝ててメインに行けたのでよかったです。その緊張した中でもやっぱ勝ったんですね。はい、でも8点負けで相手のサーブ取れなくて、取れなかったのに相手のサーブだったんですよ。3-3の8点で、はい、めっちゃ緊張してたんですけど、その時のなんかプツって消えたんですよね、緊張が。逆にもういいわみたいな逆にスーってなんか降りてきて、逆に緊張しなくなったんで、そこからなんか謎に終わってみたら12対10だったんですけど、そこから何したかは覚えてないです。じゃあもうその4点はもう何か違う状況にゾーンみたいなのに入ってた可能性がありますね、はいはい、でも終わった後に震えは止まらなかった、ずっと震えてました。はっ、はい、すごい話を聞けましたね。そのプツって切れるのはその世界選手権以降でも経験をしました？あんまり考えない時ほどそういう状態になりやすくて、やっぱり考えすぎるとどうしてもそういうとこまで持っていけないというか、何回かはありますね。はぁ、視聴者の皆さんもね、緊張した時はできるできない置いといてね、ちょっとその何も考えないっていうのも一つやり方として大事なのかな。はい、はい、なんか真っ白になるとは違うんですけど、はい、逆に集中できるみたいな。もうわかりますよね、置いてくれないですけど。そうですね、はい。そしたらちょっとね、変わった質問で、私自身がすごい気になることがあるんですけど、はい、先ほどねお兄さんが、はい、まあ、3人いるお話を、まあ、聞いたんですけど、はい、4人でそしたら例えば試合をしましたと、はい、皆さんが全盛期の時、はいはい、で試合をしたとなれば順番っていうのを、はい、なんか決めてほしいなっていうのは、長男は抜いて一番は三男のケンタにお兄ちゃんですね、はい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 、一緒に出た世界選手権のパリ大会の時にベスト8に入って、はい、自分も試合に負けて応援したんですけど、他の選手とは違った卓球スタイルで、それもそういう風に取っちゃうんだみたいなのなんか器用さと、あまりみんなが考えない発想とかをすぐポンポン出す、試合の中でもしてしまう感じの戦術の切り替えとか展開の仕方がすごい上手いっていうのが1位の理由です。はあ、でもそうですよね。私もあのその試合見てましたし、あの YouTube でもたまに見るんですけど、はい、天才っていう言葉が本当に当てはまるようなプレーをしますね。注目の第2位をさすがにケンジ兄ちゃんが、まあ、お兄ちゃんが2位ですね。 あ、はい、あ、本当ですか。2位になりたかったんですけど、はい、まあ32位な今年なって、それでも今日本リーグであれだけプレーされてますし、常に進化しようって考えて前向きにやっぱ練習取り組んでる姿を見ると、うん、やっぱりその努力はなかなかできないと思いますし、卓球に取り組む姿勢もその卓球愛とかも 100% 負けてるなって思うので、はい、キューツだったらちょっと勝ってる部分もあるかもしれないそういうのが欲しいんです、はい、トータルで見た時にお兄ちゃんには負けるなっていう、なっていうのが2位の理由です。2位で、まあ、じゃあ自分が3位ということで、はいはい、まあ、1位が松原健太選手で、はい、第2位が松原健二選手、はい、で3番目が松原翔選手で、はい、っていうことですね、はい、ああそうですかそれこそ浜川さんも出られてたインターハイでお兄ちゃん、あ、すいませんこれは違うの多分浜川の方も松平選手とはインターハイの時には、ベスト8決定ですね。ああそうしましたら、まあ、今ちょっと卓球のお話を、はい、まあ、ちょっと聞いていったんですけど、はい、ちょっとまあプライベートなところで、はい、何個か聞きたいなとは思ってるんですけど、はい、まずは結婚おめでとうございます、はい、ありがとうございます結婚されて、はい、やっぱその卓球
に取り組むところとして何か心境とかって変化ありましたか？はいはい、結構聞かれるんですけど、はい、あんまり変わらないですね。あ、そうなんですね。自分がやっぱり頑張るか頑張らないかなので、誰かのために頑張るのも多分大事なんですけど、やっぱ自分のために頑張らないと続けてこれないし、やっぱり強くなれないと思うので、結婚したから変わるっていうのは、はい、私はもう分かんなかったですね。あ、そうなんですね。はい、ですし、夫との関係性が友達みたいな感じなので、はい、あまり支えてもらってるっていうよりは一緒に考えてくれる友達みたいな。夫の方も現役選手を終えて私のサポートをしてくれるんですけど、そのサポートの仕方も何気なくちょっと一言アドバイスするんですけど、そういう感じなので、はい、あまり心境の変化とかはないですね。あ、そうなんです。もういい関係性ですね。あ、それはですね、はい、まあ、休みは多分なかなかないかなと思うんですけど、はい、そのお休みの時にどういう休みの過ごし方とかされてます、はい、このご時世なので、はい、あまり外には外食とかはもともとしないんですけど、はい、日光を浴びるのが大好きで、家にずっといるとなんか鬱になるんじゃないかって思ったり、なんか気分悪くなるので、はいはい、やっぱ日差しを浴びたいので散歩とか、はい、まあ、何も用はないんですけど、ちょっと外出てなんか空気いいところを歩くとか、うん、そういうのは好きなので、頑張れたらランニングするかなみたいな。頑張るかな。でも電車で遠く行くのが大好きなので、パン屋さん巡りも好きなので、まあ、パン屋さんだったらテイクアウトじゃないですか。あ、そうですね。なので遠くのパン屋さんにちょっと自転車で結構こいで行ったりとか、行ったりとかはしますね。なんか卓球の話じゃなくなった瞬間に顔がすごい楽しそうになったんですけど、パン屋さんがやっぱり多いですね、こっち来て。あ、そうなんですね。やっぱりテレビとかに出るパン屋さんとかって大体東京じゃないですか。そうですね。なので、あ、ここへ次行こうとか、はい、やっぱインスタとかで調べると出てくるのが東京のパン屋さんが多いので、はい、インスタとかで見てここ行ってみたいとか、ちょっとこのパンが珍しいとか、例えばちょっとここのパン他のパンと違うんですってあります？最寄りは向こうが丘遊園でベーグルカンパニーっていう名前なんですけど、はい、このベーグル屋さんのベーグルが本当に美味しいです。で、ベーグルの方が好きなんですね。あ、そうなんですね。はい、最近多分ベーグル屋さん本当多いんですよ。あ、そうなんですね。はい、で、結構ベーグルってすぐ売り切れちゃうんですよ。朝やっぱ早く行って並ぶとか当たり前です。結構並ぶんですか？はい、かもう予約か。パン屋に朝から並ぶんですか？並べます。すごいですね。最大、私3時間並びました。パンにですか？はい、すごいな。向こう丘遊園のベーグル、はい、カンパニーのベーグルです、はい、なのでぜひ皆さんちょっと調べて、朝から並ぶみたいなので、あ、でも予約もできます。はい、あ、予約もできるみたいなのでぜひね、松平選手おすすめのパンなので、今後の目標のところを、はい、あのお聞かせいただけたらなと思います、はい、このご時世でやっぱり試合が少なくなってると思うんですけど、はい、自分が出れる試合もやっぱ少なくなってるので、今やっぱ各大会全部上位で一番近い試合の目標だと全日本社会人があるので、今年はすごくレベル高いというふうに聞いてるので、はい、そこでやっぱり優勝できれば全日本並みの自信につながると思うので、試合に向けて自分がしっかり調整して勝てるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、応援します。ありがとうございます。そしたらそれはもう最後になんですけど、はい、あのまあ、今見ていただいている視聴者の皆様、はい、もしくは松平さんのファン、はい、もういっぱいいるんですよ、はい、に対して最後何か一言いただけたらなと思います。はい、アンドロー3人契約させてもらって今1年経ったと思うんですけど、アンドローさんの洋服に出会えて、ウェアを着てやっぱりもっといろんな人に注目してもらえるっていうのが自分の卓球人生の中で頑張れる力になっているので、応援してくれる人がいないと、その自分が苦しい時にやっぱもう一回頑張ろうって思うことができなくなるので、皆さんの応援がすごい力になっているので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。もう松平選手の応援をぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで
今回、はいね、特別にお越しいただいたんですけど、またね、今後ともあのアンドロ自身も、まあ、アンドロ TV としても、はい、松平選手のことは応援してますんで、はい、今後とも頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。対談お疲れ様でした。続きましては今週の卓球占いのお時間です。今週のラッキーさんは、今週のアンラッキーさんは、それでは対談お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすごい貴重なお話を聞きました。はい、そうしましたらね、またね、今後ともね、こういうスペシャル対談の企画はやっていきたいと思いますんで、また引き続き、楽しみに待っていただけたらなと思います。またね、まずは松原選手の今後活躍、皆さんもっと期待しててください、はい、なんでもう皆さんでもっと応援していきましょう。私自身もね、今まで以上に応援していけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、良い週末を。